9월 15일경부터 르노코리아 XM3 하이브리드의 사전 계약이 시작될 예정입니다. 예상 트림을 살펴보면 하이 트림은 출시가 되지 않고 상위 트림으로만 판매될 걸로 보입니다. 결국 상위 트림인 두 가지 트림으로 나올 걸로 보이고 그렇게 되면서 예상 가격은 완전 저렴한 깡통이나 하이 트림이 없다 보니까 트림 가격만 본다면 2000 후반에서 3000 초반으로 책정되지 않을까 예상해 보는데요. 오늘은 르노코리아 XM3 하이브리드와 동일한 파워트레인이 적용된 르노캡처 하이브리드의 해외 리뷰 영상 보시면서 XM3 하이브리드를 간접 체험해 보도록 하겠습니다. 이 영상을 보시면 시동은 항상 EV 모드로 시작되고 시속 35km까지는 EV 모드 주행이 가능한 걸로 보여지는데요. 시내 연비가 상당히 잘 나올 것 같습니다. 그럼 영상 보시면서 XM3 하이브리드 미리 체험해 보시길 바랍니다. 르노 캡처 이테크 하이브리드 대 시가이치에 キャプチャーの E-TECH ハイブリッドの運転席に乗り込みました。いや、いい感じですね。では早速スタートスイッチ押したいと思います。ブレーキを踏んでスイッチオン。あ、エンジンかかりませんね。じゃあこの状態でシフトをドライブに入れてスタートしたいと思います。どうでしょうか。モーターのみで走り出していますね。とても滑らかです。でもすごくスムーズですよね。やはりモーターだけで走り出すととても静かですし、あと振動がないですね。こうした静けさと快適性というのがハイブリッドモデルならではのポイントだと思います。さあ、青信号の発進です。今バッテリーのエネルギーを使ってモーターだけで走行していますね。こういう時はメーターに EV という表示が出てきます。日本のこうした街乗りというのは信号がとても多いので、こういった領域をバッテリーに入っているエネルギーを使ってモーターで走る、これが活用していけると燃費も伸びていくというところになりますね。今エンジンかかっていますが、エンジンがかかっても違和感が少ないですね。エンジンがかかる瞬間の振動などを一切感じさせないので、なんか自然な感覚でエンジンが止まったり、またエンジンが再始動したりといったところを繰り返している感じがします。でこの搭載されているパワーユニットはすでに一番最初にルノーのフルハイブリッドとして登場したアルカナと同じものを搭載しています。 1.6 リッターのガソリンエンジンに2つのモーターを搭載して走っているわけなんですが、ルノーらしいな、ユニークだなと思わせるのがこのトランスミッションなんです。ドッグクラッチマルチモード AT というトランスミッションが搭載されています。実際にこうして走っていった時に思うのは、伝達ロスがとにかく少ないトランスミッションといえますね。ショックも感じられないのでとても滑らかなんですよね。ルノー E-TECH ハイブリッドには3つの走行モードがある。電気のみで走行する 100% EV モード、エンジンとモーター両方の駆動を行うハイブリッドモード、エンジン走行モードはエンジンのみで駆動だが、追い越しなどパワーが必要な時はモーターも作動し力強い加速を行う。電子制御ドグクラッチマルチモード AT はメインモーターサブモーターエンジンの3つが接続されておりシームレスに変速、それぞれの得意領域で性能を発揮し快適でダイナミックな走りをもたらしている。続いて藤島さんは高速道路へ。その印象は？今こうして高速道路を巡行してるんですが、とても走らせやすいですね。高速の領域もそして安定性もすごく高いです。で今ちょっと追い越しをかけてみようと思うんですが、ここでおー、いいですね。今モーターの力にエンジンの力が連携して力を発揮してくれていました。
そして巡航状態に入っていくと、あ、今モーターだけで走っていますね。そして車速をコントロールしようとアクセルを緩めると、減速エネルギーをバッテリーに溜め込んで、エンジンが回っていない領域っていうのも結構ありますね。かと思えばちょっとアクセルを踏んでいくとまたエンジンがかかったりするんですけど、そのエンジンが再始動した時のショックなど、やはりこうした高速域でも一切感じさせないので、とてもスムーズですね。ドライバーは特に意識をしていなくても車側が自動的にエネルギーフローを切り替えていってくれる、まあ、それによって燃費よく走れるというのは嬉しいですね。今シフトは D レンジで走っているんですが、これシフトレバーをもう一度下に引いていただくと、はい、これで B モードに入りました。これ積極的に減速エネルギー回生していってくれるんですよね。ちょっと減速感が強まって、まるでエンジンブレーキがかかっているような、そんな動きになっていきます。こうした上り坂からカーブ、そして下り坂に転じるようなかなり複雑なワインディングルートのシーンも、とても楽しい気分でドライブできますね。